tiktok のパートナーに選ばれた oracle なんですが、中国政府にも配慮する形になりました。オラクルは14日の声明で、tiktok の運営会社とアメリカ事業の買収ではなく、技術提携で合意したことを明らかにしました。売却に否定的な中国当局にも配慮し、ユーザーデータの管理などにとどまるとみられています。 オラクルの経営者はトランプ大統領の有力な支援者として知られていますが、トランプ政権が承認するかは不透明です。ムニューシン財務長官はアメリカメディアに対して、提携案を20日までに精査するとしています。